5段階あるんだけど、一つのこの右側のやつだけで全てその5段階を、でまあコンボルドが3つある侍なんかもこのようにマクロを移動させるだけで移動させたりする。先行入力の問題も解決して、クロスホットバー足りない問題を解決。こんにちは、プロトです。今回なんですけども、クロスホットバーを移動させるマクロについてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回のことをやっていただくことで、まあ、クロスホットバーを使うときにこうジョブのレベルも上がってきて、たくさんアクションも増えてきて、セットするのが足りないぜっていうところの問題が解決するのかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。クロスホットバーを移動させるっていうマクロ、一体どういうものなのかっていうのをまずお見せすると、ですね、まあ俺これ今ナイトの場合なんですけども、ナイトの場合ロイエというね技を使うんですけども、コンボの3段目を打った後にこのここにあるんですが、このねやつをこう表示させる感じで、なんていうんですかね、クロスホットバーをチェンジさせずにできるものになっております。ウェポンスキルにマクロを使うとダメだよっていう話があるんですが、この俺の作り方でいくとそれを気にしなくていいというものになっております。まずそのマクロをウェポンスキルに使ってはいけないっていう話を軽くしておくとですね、これなんでマクロをウェポンスキル使ってはいけないかというと、先行入力っていうものがマクロ化してしまうと効かないみたいな話があるんですが、俺のこのマクロはウェポンスキルをマクロ化していないんですね。中身をお見せすると、このようにアクション名が入っていないんですよ。アイコンがそのアクションになっているだけで、クロスホットバーチェンジっていうマクロだけになってるんですね。なので押すと移動するだけになっていて、その移動先にアクションをセットすることで、そのアクションをそのまま先行入力の影響を受けたまま使うことができるというものになっております。簡単に木陣を叩いてみましょう。まあこういって2つ目を打って、3つ目もほらこのように普通に使えるんですね。一瞬でクロスホットバーがチェンジしてくれるので、もう気にすることなく扱うことができるんですね。で、先行入力とは一体何ぞやというところをお話しすると、ちょっと作ってあるんですが、この右側のものは、まあ、普通にアクションリストからセットされたもので、左側のやつはマクロ化されたウェポンスキルですね。中身をお見せすると、まあ、このようにアクション、ファストブレード、アイコンがファストブレードっていう、このアクションをつけたコマンドをマクロ化してしまうと問題が生じるのが先行入力が効かないという問題なんですが、まず先行入力というのは、まあ、右側の普通のアクションの方を使っていくと、これ45秒あたりを超えたあたりで、このぐるぐる回っているだいたい45のあたりを超えたあたりで押すとちょっと光ってると思うんですが、この光ったタイミングで押していると、そのゼロになった瞬間使ってくれる、これが先行入力ですね。でそれに対して次こっちのマクロ側を使っていくんですが、こっちは45回って押しても反応しないんですよ。で光ったタイミングがそれを使った時のタイミングをお知らせするものなんですが、45を超えたあたりでも、その右側だったら45を超えた時にこう 光りましたよね。で使った時にゼロになった瞬間勝手に発動してくれるんですが、これを先行入力というんですが、マクロ化されたものはこれが起きない、押しても起きない、しっかりゼロになってからでないとこのマクロの方は発動しないというものになってるんですね。これが先行入力が効かないという問題があって、マクロ化してはいけないんですよね、ウェポンスキルを。これをしてしまうとゼロになった瞬間に押さないと発動してくれないので、ゼロになった瞬間というか、ゼロになった以降ですね、ゼロになってからでないと発動してくれないので、確実にウェポンスキルを打つ回数が減ってしまうんですよね。右側はその先行入力が効くので、内部的にこのゼロになった瞬間使ってくれる、ところがマクロ化してしまうとゼロになってから以降でないと押せないので、確実に遅れると
次のウェポンスキルを打つタイミングが確実に遅れていくので、マクロ化してはいけないという問題があります。でそれがあるからウェポンスキルをマクロ化してはいけないんだけど、まあ、俺のやつはこの移動するだけになっていて、移動した先にそのアクションが置かれているので、この一瞬で移動した後そのまま普通に使えてしまうという、こういうマクロになっております。これのいいところはクロスホットバーをかなり節約できるというか、節約ではないな、逆にいっぱい使っちゃうんですけど、節約できるわけではないんだけど、その戦闘中に、まあ、複雑な、例えば竜騎士であればコンボルートが5段階あるんですよね。コンボルートが5段階あるので、まあこのようにちょっと今方向指示とかも気にせずにやりますけど、5段階あるんだけど、一つのこの右側のやつだけで全てその5段階をできるんですよ。いちいち他のセットに変える必要なく、このように5段階できたり、侍とかもかなり複雑じゃないですか。3つのコンボルートがあるんだけど、俺の場合は1つのやつでこのように3つのコンボルートをこのように勝手に行き来するような感じで作られているんですよ。まあここコンボルートが3つある侍なんかもこのようにマクロを移動させるだけで、移動させたりするだけで、このようになんていうんですかね、考えずにできるというか。でさらにこの名教室なんかをすると全部こう表示されたりとかですね、まあこんな感じでマクロのクロスホットバーをチェンジさせることで扱いやすくなっているっていうのが特徴的でございます。これをすることによって、まあ、先行入力の問題も解決して、クロスホットバー足りない問題を解決できてしまうというものになっているんですが、これの中身を知りたいというね、話をもらったので、それでそれを今回やろうという感じでございます。でこれ中身を紹介すると本当にシンプルで、まあ、最初にお見せしたんですが、ただただ移動するだけのマクロになっています。なので移動した先がこれチェンジ4ってなってるんですが、今俺普段このページ2っていうのが、今ここセット2って書いてると思うんですが、セット2の部分が普段使いの場所なんですけども、これとセット4を行き来して戦ってる感じですね、このナイトの場合。なので作り方としては非常にシンプルで、全く同じようなものを2箇所使いますっていう話です。2箇所使ってで、その2箇所目にこの移動先のものを作って移動元に戻るっていうやつがあるだけになってるんですね、ナイトの場合ですけども。竜騎士とか侍はもう少し複雑になるので後でまたお話しするんです。ただただ本当に移動する、移動した先にロイヤルがありますよと、ロイヤルアソリティがありますよみたいな感じになっている。なので作り方としては同じマクロセットとですね、だからこの2ページと4ページを見比べていただければわかると思うのですが、ここの操作する右側のメイン部分以外は全く同じものを作っている。でそこに移動先のものを作って対応しているという形です。で、まあ、簡単に作る方法として、まあ、ページ3を今すっからかんなんですが、この2のね、何個同じものを別の場所にコピーするっていうマクロもあるので作るとしたら簡単なんですよね。まあ3ページに例えばバンとやればこのように作られコピーしてきてですね、全く同じものを作ります。でこの移動的な場所を解除しておいて、ここにその移動関連のマクロ系をセットすれば、まあ、簡単にね、作ることができます。でコピーするときのマクロを一応お見せすると、内容的には簡単で、クロスホットバーコピー、移動元のジョブ名、移動元のセット番号で、その次に移動先のジョブ名、移動先のセット番号っていうやつを、この1行だけでいいんですよね。この1行だけを作っておけば、あとこれ数字いじるだけで他のジョブでも使えますし、ジョブ名を変えれば使えるので、それで、まあ、一旦コピーなどをしてですね、コピーなどをして、
でその後その移動系をセットしていけば作りやすいんかなと思います。移動系のマクロはクロスホットバーチェンジ、その移動先の番号ですね。俺の場合はこのロイヤルアソリティとゴアブレード、ゴアブレードも同じ4ページに飛ぶようになっています。でその4ページに飛んだ後、元の2ページに戻るためのファーストブレード、元のページに戻るチェンジ2になっているマクロですね。クロスホットバーっていうところは先ほどの短縮系のやつでも OK ですね。この XHB でも OK ですし、さっきの長く綺麗に作った方、綺麗に作った方っていうのはおかしいけど、フルでこうクロスホットバーって打ち込んでもいいです。まあそんな感じで作るだけでこのように移動マクロっていうのが完成します。はい、ちなみにこのセット3に今やったコピーしたやつを全部消すようなマクロもありますよね。これはまあ一旦このクロスホットバーリムーブで解除したい番号と解除したいスロットを指定できて、そこをオールにしたら全部消えたっていう形なんですね。まあナイトはすごくシンプルですけども、次竜騎士ですね。竜騎士も一応お見せしていくと、竜騎士は5段階のコンボに対応するために3ページ使っています。2が基本 で4と3、まあ、3と4か、3と4を行き来する形で作っています。コンボ1段目があり2段目があり、3段目打つとこのフルスラっていうやつがあって、で横から打つやつと縦打つやつで元に戻るっていうのと、もう1個のディセムボールっていうルートですね、こっちとこのように、3ページを行き来するんですが、ちょっとね難しくて、フルスラのやつを見ましょうか。あ、これちょっとややこしく記述されているんですけども、これの内容を説明すると、まあ、クロスホットバーチェンジ3でページ3に飛びますと。でページ3に飛んだ時に、クロスホットバーのセットが変わるようになっています。ページ3がだから何種類もあるんですよね。ページ3、ちょっと待って、ページ3が今この形なんだけど、これもページ3なんですよ。わかりますかね。ですね、フルスラルートを通るとここページ3が、ここにヘブンスラストが登録され、ここに龍が龍装が出て、ここに龍尾大車輪という技が出るんですが、ディセンボールのルートを通った時の龍尾大車輪を押すと、ページ3のこの部分に龍尾大車輪が現れ、ここに龍が龍装が現れ、下が消えるっていうマクロになってるんですよ。これ内容を見ると、クロスホットバーチェンジ3で3ページに移動し、そのページ3のクロスホットバーのセットが変わるようになっていて、フルスラストがそのページ3の RA2 っていう場所がヘブンスラストに、まあフルスラストのだから上位なんですけども、ヘブンスラストに変わりますよっていうやつになっていて、横が、まあ、RA1 の場所が龍が龍装になり、RA4 っていう場所が劉備大車輪になるっていうマクロが組まれてるんですよね。もちろんアクションは入っていないので、だからスムーズにこの切り替えが行われてるんですよ。スムーズに3つ目のコンボを打った後、ちゃんとこのようにねなってるんですよね。スムーズになるようになっています。リセンボールの方も先ほどまでページ3にフルスラストとかってやつが、この龍尾大車輪と龍が龍装に変わるようなマクロになっているんですね。スムーズにこの移動していて、全くそのなんだろうな、先行入力にも全く影響なく効くんですね。移動するだけのマクロになっているから、はい、という話です。はい、で次は侍の方も見てみましょうか。同じで侍はページなんぼや、2と4だけの行き来で全てのコンボが行われております。まあ、最初の一発目が、次この何や、技名がわからん、土風か、土風を打って、この花車だっけ、花車、貨車方面のコンボになり、また元に戻って月光ルートに、全部これや2つのページを勝手に行き来してるだけで作られております。内容も先ほどのやつと
一緒で、マクロの紙を見てみるとページ4に移動して、そのページ4先のものが4先のものが、こういう状態になるように、カシャと上がなしで、土じゃなかったな、これ し風、読み方わからんけど、この3種類がセットされるようになっています。で、まだ元に戻って陣風打つと、この月光のモードになるように、こっちのマクロを見てみると、そうですね、4ページに移動して、それぞれがこのようにセットされますよっていうマクロになっております。でちなみにここですね、元のやつはここはね、一番最初のページ2に戻るだけのマクロになってますね。ここはシンプルですね。で、気をつけたいことは、このマクロセットですね。マクロセットにマクロをセットできないっていう問題があるので、2ページ以上は最低でもやっぱ使うよねっていう話です。これがもし、マクロとかを設定できるんだったら1ページで全部完結できてしまうんですけども、マクロはセットできないっていう問題があるので、ホットバーをチェンジさせることで、なんですかね、この陣風が最初に、もう最初に戻る系をやっぱどうしても必要なんで、これを作るためにどうしても2ページを行き来して作る必要がありますが、この方法を取ることによって、かなりクロスホットバーを節約じゃないんですけど、効率よく使うことができるのではないかなと思います。ちなみにこの明鏡止水も一緒で、ちょっと本当はこれマクロかねしたくなかったっていうところあるんですけど、使うのにもマクロを設定 しているんですが、これを使うとセット4がこの、ね、3種類が表示されるようになっております。なので間違ってここなんか押しちゃうと元に戻っちゃうので、もう一回押さないと無理っていう弱点はあるんですが、その辺はうまく扱い慣れていけば問題ないのかなと思います。内容を一応お見せすると、ここはクロスホットバーがチェンジして、先ほどのページに移動して、まあ、3種類を表示させるものになっていて、明鏡止水をちゃんと使うようにたくさんセットしてっていうマクロになっております。でこれはちょっとね、弱点があって、やっぱりその先行入力効かない問題と同じで、ちゃんと押さないとマクロが発動してくれない問題があるので、なんだろうな、進展か、これを打った後に使うと明鏡止水が発動しないみたいな罠があったりするので、これ使い方ちょっと難しいかなっていうところですね。だからこれ移動だけのやつにして同じように使うみたいなマクロにした方が本来はいいかもしれないな。というわけで今回は、前回に出した竜騎士の動画でマクロの移動のやつを知りたいという話があったので、動画にしてみました。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。